30年度ボートレース殿堂表彰式を行います。ボートレース殿堂およびボートレースマイスターはボートレース界で特に顕著な活躍をしたりボートレース界の発展に大きく寄与した元選手に対しその功績を称え顕彰するためにボートレース大村が平成19年 G1 名人戦開催を記念して創設したものです。選考基準としては通算2000勝以上または SG 覇者もしくは選考委員により推薦された元選手となっております。創設以来昨年までに18名が殿堂入り56名をマイスターとして認定しています。そして今年度は1名の方がボートレースマイスターとして認定されています。それではお待たせいたしました。今年度のボートレースマイスター受賞者に登場していただきます。登録番号3010番、大島和也さんです。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。さあそれでは早速ボートレースマイスターの表彰へ移ります。プレゼンターはボートレース殿堂選考委員会委員長の漫画家恵比寿義和さん、そして殿堂選考委員作詞家の北条誠さんです。どうぞご登壇ください。拍手お願いいたします。さあそれではまず恵比寿委員長より認定証が、そして北条委員よりクリスタルが授与されます。ボートレースマイスター認定証大島和也殿、あなたはボートレース界の発展に大きく寄与されました。その功績を称えここにボートレースマイスターとして認定いたします。ボートレース殿堂委員会委員長恵比寿義和、すみません大島さんおめでとうございます。続いて北条委員よりクリスタルが贈られます。お持ちいただきまして、恵比寿さんと北条さんにも大島さんを、間に挟む形でお並びいただきたいと思います。カメラビデオをお持ちの皆さんはしっかりとこの姿をお収めいただければと思います。登録番号3010番、大島和也さんは昨年11月地元蒲郡の G1 ダイヤモンドカップを最後に現役を引退されました。1981年11月にボートレース常滑でデビュー、36年間のボートレーサー人生で99年には SG グランドチャンピオンで優勝、G1 優勝は13回、通算優勝は94回を数えました。さあこうして、大島さんの闘志、ミスターランディと親しまれた闘将、皆様の前に改めて登場でございます。さあ喜びの表情しっかりとお納めいただけましたでしょうか。はい、それでは、お三方ありがとうございました。受賞されました大島和也さんの喜びの声をお聞きしたいと思います。さあ大島さん、この度はボートレースマイスター受賞おめでとうございます。どうもありがとうございます。さあ、ファンの方もこうしてたくさんお集まりいただきました。先ほどもご紹介させていただいたんですが、昨年11月に引退をされまして、恵比寿さん、北条さんも大島さん引退は改めてすごく寂しかったですよね。いや寂しいなんてもんじゃなかったですね。もう本当に大島和也っていう選手は僕大好きな選手で、ね、僕実はね、蒲郡で大島選手がデビューしたあのレースを見てるんですよ、はい、で新人で、ね、すごい子が出てきたって新聞記者さんの中で評判になってね、で見てたらあれ2着取りませんでした。そうでした、ちょっと覚えてない、本人覚えてないけどね、いきなりデビュー戦でね連絡みしたんでびっくりしたことがありました。そうですね、デビュー戦で6着確か2着だったと思う、勝ちはしなかったと思うんですけどね。そうですね、デビュー節なのに6着なしで2着3着5着を並べられた、はい、スーパー新人すごいですよね、はい、それで、SG あれ唐津でした、唐津です、唐津ですよね、はい、感動しましたね、それあの SG 勝つ前にね、戸田で中峰豊が初めて、はい、SG 取った時に大島さんとデッドヒートしてたんですよね。まあ一周2マークまでですけど、ね、一周2マークまでね、それで
ミネちゃんが覚えたばっかりのモンキーでね、一生懸命、あの2マーク逃げてね、はい、で上がってきた時に中村選手初優勝 でしたからね、SG、はい、そしたらね、ミネちゃんがね、いやーやっぱり和也はええ男やあそこで俺に生かしてくれたもんなって言ってたので、ね、そうだったんですか、覚えてます。あ、吉島さんでももちろん本気を出しての、いやいやもう本気で、自分が頭をいくつもりでやったんですけどね、ちょうどあのその虎はあの中峰さんと私2人であの、うん、あの前日からですね、イベントで2人でやってて、終わってから2人でご飯するなんて、イベント行ってよかったなっていう話だったんですけどね。そうだったんですね。そのじゃあイベントがちょっと良かったのかなという。はい、そうですね。はい。さあ、蛭子さんもどうですか、選考委員長として今回新たに大島和也さん、マイスター、中峰です。はい。とにかくスタートの早くて、俊敏なレースをする。ちょっと、俺もなんかちょっと今、いろいろなことを忘れてる、してるんで、はい。いろいろあんまりこう、覚えてない。もう、ボートレース界に本当、数々のスタッフ選手がいらっしゃいますので、はい、大島和也のレースって普段からしてみると、ものすごく小気味いいレースですよね、はい、男らしい、そうですよね、素晴らしいレースだ、はい、もうあのファンのお客様もたくさんいらっしゃいまして、本当に最後引退の瞬間改めてちょっとお聞きしたいんですが、もうその最後のレースピットの様子というのは、お弟子さんの竹内選手を含めてどうだったんでしょう。最後のレースですか。はい、そうですね、あの蒲郡、あのスタンドが1マークだけになっ なってるんですけど、なんか展示からなんか2マークの方にお客さんが来てくれて、すごい声援いただいて、でびっくりしたのが6号艇で最後のレースは、これでエンジンも良くない状態で、まあ、一番人気になったんですけどね、それがびっくりしちゃってね、ちょっとすごいプレッシャーがあったんですけど、はい、やっぱりあのずっと現役時代からもうマイレースオッズを見ていかれていたんですか、大島さんは。意識しては見ないですけど、見るところにあれば見てました、はい、そうだったんですね、はい、その最終レースも果敢な前付けを行って、まあ、結果2コース進入ということだったんですが、道中、今2着というコールだったんですが、はい、もう現役、トータルでですね、通算7647走されました。通算の1着数は2532回ということで、もう本当に素晴らしい駆け上がり成績残されましたね。そしてですね、引退されてから、現在で8ヶ月経つんですが、どうでしょう、どのようなさっき毎日過ごされてますか。もう家でゴロゴロしてますそうなんですね、はい、何もしてません、はい、ただ体型変わっておられないですよね。そうですよね、まだ走れそうですよね。ですよね。いや、何もしてないんですけどね、はい、はい、実際体重の変化とかはありますか。そうですね、4キロぐらい太ってそのままで、はい、頑張ってます。ただそれで一般的な健康体重くらいですので、はい、もう変わらず理想的な素敵な形でいらっしゃいますが、大島さんといえばね、はい、大島さんと大村っていえば名人戦、はい、ね、一番名人戦、はい、そうですね、初めて名人戦走らせていただいて、はい、あの今回見えてる加藤さんと一緒に走らせてもらったんですけど、はい、そうですね、はい、はい、優勝しましたよね、3号艇なのにあのイント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 やっぱり翔也は人がいいんだなと、大島選手やっぱり厳しいんだなっていうのをね、もうまさにまさに見ましたね。そうですね、はい、まあ、その明治戦含め大村では3度の優勝があるんですが、先ほど申し上げたように加藤俊二選手をはじめとした今日は往年のレーサー大島さん含め6名がですね、本日の6レース発売中にエキシビションレースに。素晴らしいですね。そうですよ、これもう本当に楽しみなんですが、大島選手は選手じゃないね、もう今日は選手として、大島和也さんは今回エキシビションは初めて、もちろん初出場ですからね、はい、ただだいぶ8ヶ月前まで走っていらっしゃったということで、かなりのハンデはもう現役バリバリですよね。でもうどっからでもできます。負けるわけにいかないですよね。いや、負ける気がしないですよ
気がしないそうです。楽しみですね。船券はちなみに売ってませんので。そうですね、はい、ただラッキー券としてですね、2連服券を、配っておりますので、スタッフにぜひまだお受け取れてない方はまたお声掛けいただければと思います。それ当たった方はですね、大村ジョーナで使えるラッキー券を差し上げますので。今年が12回目なんですよね。そうです、第1回目の開催から12回ということで、初回から走ってるのが中道さんと北原、そうですね、はい、このお二人、はい、で古川さんとか、はい、田中、はい、中道さん、古川さんと、ですね、鈴木由美子さんと、はい、昔田中由美子って言ったよね。そうですね。はい、ちょっとね、なかなか鈴木由美子って言えないですよ。ついつい田中由美子って言っちゃうんですけどね。このお二人もね、久々に今回参加していただくですね、楽しみですね。面白い日ですね、と思いますね。はい、この後その皆様に、登場していただきまして、枠番抽選とインタビューを行います。ぜひ皆様にこのままこの後も残っていただきたいと思うんですが、さあ改めてですね、今回ボートレースマイスターとして、受賞されました大島和也さんにはですね、こうしてお客様集まっていただきますので、受賞の喜びを含めてもう一言、いただいてもよろしいでしょうか。昨年の11月に引退したんですが、長いことは声援いただきありがとうございました。マイスターという賞をいただいて、大変光栄に思っています。大村ボートは、いい思い出が多いんですけど、今日また大先輩とまた会って、また模擬レースをやらせてもらえるということで、怪我しないように、頑張りますので、こちらお願いします。ありがとうございました。さあ、それでは改めて、皆様に注目していただきたいと思います。本年度、平成30年度ボートレースマイスター受賞されましたのは、登録番号3010番、大島和也